はい、おはようございます。源です。今日はですね、日本の梅雨は辛いけれども、これを上手に乗り越えていく方法ということで話をしていこうかと思います。まあ、私事になってしまうんですけれども、僕もですね、日本の梅雨は2年ぶりなんですね。まあ、これは前の動画でも話をしているんですが、僕は去年の夏はちょうど1年前ですね、はケアンズに行って、オーストラリアの、乾季の夏を過ごしていたので、とても快適だったんですけれども、去年帰ってきてですね、久しぶりの日本の梅雨ということで、関東も、いよいよ梅雨入りをしたということで、今日もですね、朝からジメジメして、なんかどんよりした空気で、ちょっとイライラしたりね、しているんですけれども、これを上手に乗り切っていくという方法で、話をしていきたいなと、今日は思います。最後までお付き合いいただければ、ありがたいです。で、一応今日の話としてはですね、大きく分けて4つあるんですね。まず、この時期、どんな症状が出てくるかっていうのが1つ。で、2つ目ですね、僕は立場上、鍼灸師という立場もあって、この梅雨に関してですね、辛い症状とか、検索をすると、他の YouTuber の方がですね、いろいろ動画を上げてくださっているんですけれども、僕は、ですね、東洋医学を交えて今日は話をしていこうかなと思います。で、西洋医学と東洋医学、両方あるんですが、別にどっちがいい悪いっていうわけではないと思うんですね。それぞれメリットとデメリットがあるので、より良い方をですね、取り入れていければいいんじゃないかなということで、少し話をしていきたいなと思います。で、3つ目としては、この梅雨の辛さを乗り越える方法ですね。これを少しですね、東洋医学を交えて紹介していきたいなと思っております。で、4つ目はおまけということで、ちょっとコラム的な話もしていこうかなと思っております。でですね、やっぱりこの時期、湿気っぽいとか、ジメジメすると、むくんだりとか、お腹の調子が悪くなったりとか、あとはなんかやる気がなくなったりとか、なんか動くのが億劫になったりなっていうのも、皆さん経験があると思うんですけれども、いわゆるこれはですね、西洋医学的というか、一般的に言われているのは気圧病とか、自律神経乱れとかいうふうに言われているんですね。で、これを少し、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、繰り返しになりますが、東洋医学的な観点から話を少ししていこうかなと思います。で、こう湿気っぽいというか、こうジメジメしたものをですね、東洋医学では何て言ってるかっていうと、湿気の湿に邪気の邪って書いて、湿邪なんて言ったりしてます。で、これはですね、体内に溜まっている、余分な水分のことをひっくるめて湿邪って言ったりしてるんですけれども、ジメジメしているこの時期はですね、特に湿邪が体内に溜まりやすいんですね。で、繰り返しになるんですけれども、この時期はお腹の調子が悪くなる人が多かったりとか、あるいはお腹の調子が悪くなることで、こう体内に溜まっている水分がより巡りにくくなってくるっていう、悪循環みたいのがあるんですね。で、ちょっとここで話が変わるんですけれども、川の流れを想像してみるとわかるかなと思うんですが、川の水ってこう常に流れているから綺麗じゃないですか。で、逆に、水の量が増えて、体内の水の量が増えることによって、体内の水の量が増えて、で、運動とかしないと、流れが悪くなると思うんですね。で、逆にですね、運動とか体を動かすと、利水って言って、水はけが良くなるんですよ。そうすると流れが良くなるんですね。で、逆に、川の流れ例えたんですけれども、体内の、川の流れ、水の流れが悪くなるとどうなるかっていうと、水たまりができるイメージですね。すごい雨が降った後とかって、こう道路とかに水たまりができるじゃないですか。そこの水のイメージをしてもらうと分かるんですけれども、水たまりの水って、基本的にあんまきれいじゃないですよね。っていうのも、さっき話をした川の水っていうのは常に流れているから、きれいなわけじゃないですか。もうちょっと分かりやすい例で言うと、トイレに水張ってあるじゃないですか。あれってそのままに放置しておくと、あんまり綺麗ではないと思うんですよね。あれも、用を足した後流すから綺麗なものが緩い変わってるわけじゃないですか。そんな感じなんですけれども、こうですね、溜まってる水たまりの水がだんだん汚くなってくるじゃないですか。それを、淡湿って言ったりするんですね。質が溜まった状態を淡湿って言ったりします。で、東洋学ではですね、こう原因不明の難病とかっていうのは、大体この水の流れの悪さから来るというふうに考えられてるんですね。なので、運動とかをしないで、余分に溜まった水分の巡りがより悪くなってくると、さっき話した体調が良くなくなってくるよっていう話なんですね。で、逆にこの時期どうやって乗り越えていこうかっていうことなんですけれども、
やっぱりですね、こう憂鬱な気分になったりとか、何もしたくないっていうこともあると思うんですね。そしたらこう何も考えたくなくなったら、できるだけ人とたくさん話すことですね。こう話すだけでも発散になるので、で話すことでストレスの解消にもなりますし、まずご家族とか、友達とかで、今会わなくても話せるので、それでたくさん話してもらうと楽になるなというのがあります。で、これは言わずもがななんですが、利水ですね。体内の水はけを良くするには、やっぱ軽い運動でも構わないので、運動するというのが一番効果的ではありますね。で、3つ目としては、しつこい体内の水分には、お灸のサポートもおすすめです。お灸ですね、こんな感じで、ちょっと出してみますが、こういった感じのが、すごく使いやすいのでおすすめですね。というのも、水分は水じゃないですか。で、お灸は言うなれば火というか熱なので、熱によって体内の水分を蒸発させるっていうかな、そういうイメージを持っていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。で、今日かな、今日の朝ですね、東京アラートも解除されて、いよいよ本格的にこうウィズコロナということで経済を回すことになってきているんですけれども、それでやっぱりですね、こうコロナ前みたいに居酒屋とかに行ってお酒飲まれたりする方も多いと思うんですね。で、それ自体はですね、やっぱりこう、友人とか親しい間柄で行かれると、とても楽しい時間だとは思うんですけれども、アルコールっていうのはですね、実は熱と質を含んでいるもので、飲み終わった後って熱はわりかしこう発散されるんですけれども、質っていうのは結構残りやすいんですよ。なので、この時期ですね、結構こう、もともと体調が悪くなりやすいとか、こう気分が落ち込んだりとか、される方は、お酒ですね、飲むなとは言えないんですけれども、ちょっと控えめにしたりとか、飲んだ分だけ軽い運動してみるとか、してみると、プラマイゼロで、バランスが取れてくると思うので、やっぱり運動とかですね、あとはちゃんと寝て、あとは先ほど紹介したお灸ですね、こちらに関しては次の動画かなんかで、ツボとかですね、紹介していければいいかなと思いますが、もし興味あれば、お灸なんかもですね、やってもらうとかなり、水はけが良くなってくるので、これも試してもらうといいんじゃないかなと、思っております。で、一応ですね、僕の動画では過去の自分に向けてアドバイスを送るというテーマで動画を撮っております。今日のテーマはですね、僕自身も、これから梅雨を乗り越えるためにということで動画を撮ってみたんですが、この時期ですね、やっぱりこう憂鬱になりがちだし、体調崩す人も多いと思うので、少し東洋医学的な話も加えて、話をしてみました。最後に付き合ってくださった皆さん、どうもありがとうございます。もしよければですね、コメントとか、いいねとか、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。